あ、もう始めますよ、じゃあ。あ、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。宮町出身、地区俊明でございます。よろしくお願いします。電柱、電信柱の歌ですね。だから君と僕二人
中でした。ありがとうございます。ギターちっちゃいよ。ギターちっちゃい。ギターちっちゃい。もっと上げて。ちっちゃいでしょこれ。これがボリューム。ああ、表のミキサーだったね。ギターがちっちゃいそうです。大きさ、あの物理的な大きさじゃなくて音がちっちゃいそうです。ギターを爆音にしてください。ありがとうね、言ってくれて。どう？大丈夫？OK が出ました。オルガン聞いてください。僕の顔はパンパン。
来ました。土手のところの荒川を渡る陸橋を渡る京浜東北線のイメージの歌です、電車かもしれない。ここに
臨車館申し上げます。これは西口のまだあるのかしら、錦町公園のイメージです。雨降らし、雨の日はしけった空気を喜んで、公園にキノコが二つ並んでる。命からがら逃げたつもりがどこに行っても地面です。雨を降らしたのは地面です。
月ロケット、タオルケット、屋根の上のお月様と地面から生えてきちゃった僕、眠れないよ、眠たくない。セシウムと少女っていう映画の主題歌です。探してたものが見えた、手を伸ばして飛びついた、つまずいて倒れ込んだ、思いがけず傷ついた、
川口ですね。川口の風で歌ったらこんなことになってしまってごめんなさいっていうような歌で、ランチューという歌です。子供の頃ね、その辺にあったなんかね、デパートみたいなのの屋上で100円で鉄色のね、こんなちっちゃい子供ランチューを買ったことがあったです。そういうこともなんか作用してると思いますけど、ランチュー。
な寂しいジョークで金魚の記憶が泣いてるよ金魚の記憶が泣いてるよ。ランチューでした。ありがとうございます。こんなの歌ったらみんな帰っちゃうかと思ったんですけどね。川口の人は忍耐力がありますね。月が見てたよ。瞬きをする。それを
同じね埼玉の川越出身のインドの太鼓のタブラーがすごい上手なユザーンっていうミュージシャンがいますけども、彼が曲を書いて、僕に歌詞をつけさせてくれた歌があります。それを歌いたいですね。聞こえない歌、君はね千秋と言います。どうもありがとうございました。これ飲んでから、
を答えてくれる幽霊みたい。もうすぐ僕にもあんな風にできるチャンスがやってくる。雪の下で吹きのつぼみがもう膨らみ始めてる。素敵でしたね。